乾杯。ねぶたとともに大勢の金戸の皆様が2時間以上かけて青森から駆けつけてくれました。本日のねぶたは本場青森のねぶた制作師塚本理香様による本能八幡宮例大祭に合わせて渋谷本能丸を夏に制作させていただきました。渋谷の街とゆかりの深いこの本能丸ねぶたとのエネルギッシュな祭りをぜひ お楽しみください。させていただきたいと思います。第12回渋谷センター街ねぶた祭り出陣式を執り行います。乾杯の発声は当組合小野俊之理事相談役が行います。よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。今日と明日は渋谷はお祭りで盛り上がっております。今日は青森より青森山田大学の皆さんが120人ほどでこのねぶたを運行いたします。どうか一緒に楽しんでいただきたいと思います。また青森山田の学生の皆さん渋谷センター街スクランブルスケ世界的にも有名な場所です。どうか青春の1ページ思い出として楽しんでいただきたいと思います。最後に安全でこのねぶたが運行できますよう記念いたしましてご挨拶といたします。それでは乾杯の運動を取ります。乾杯。
ありがとうございます。渋谷センター街ねぶた祭りのおかげさまで12回目を迎えることができました。本日お越しの羽根の皆様は本場青森ねぶた祭りで毎年開催されている青森や山田学園の皆様です。大きなねぶたとともに130人以上の羽根の皆様が渋谷に来ていただいております。改めまして皆様大きな拍手をお願いいたします。以上をもちまして渋谷センター街ねぶた祭り出陣式を終了いたします。この後のねぶた運行をぜひお楽しみにしてください。以上となります。はい、羽根の皆様この信号で渡っていただきたいです。お願いします。次太鼓動きます。準備お願いします。太鼓通ります。前開けてください。で、林ねぶたの順番です。さあ、ここから本番、ここからが本番、やろう。